慎太郎の横にいる女性を AI に聞いてみる。前回はチャット GPT で有名なオープン AI のダリーを使用しました。今回はフォトショップで有名なアドビ社のファイアーフライを使用します。クリエイティブクラウドを契約している18歳以上の方が使えます。まずウーマンとだけ入れて予想してもらいます。ちょっと厳しそうなので昔の日本人女性で予想してもらいます。だいぶマシに見えますね。おっと、なぜか本人まで女性になっちゃいましたね。